神奈川台場は横浜市神奈川区にある江戸時代末期に勝海舟により設計されいよう松山藩が築造した台場。なお、マンション建築に伴う埋め立て工事が進められており、神奈川県と地域住民、歴史学者での話し合いが進められている。東京湾に進行してきた船舶に対する防衛を目的として築造された施設。海岸から 東京湾に突き出るように埋め立てられ、他の台場には見られない船だまりという構造を持っていた。総面積は約2万6000平方メートルで、埋め立てには付近の権ン山の土砂が使われた。砲台を設置していたが実戦に使用されたことはなく、諸外国の気品が港に入った際に宿砲を上げていたという。施設廃止後の跡地は転用され、現在は JR 貨物東高島駅の敷地などとして利用されている。神奈川台場は、羽を広げたコウモリのような形をしていることから、通称コウモリ台場とも呼ばれ、欧州の城などをモデルにして作られたとされる。実際は星型の形状で、この形の台場は、五稜郭の台場など国内に三例しかない貴重な遺構である。日本海軍水路量作成会図。 武蔵国横浜の一部観光。中央やや上にある、ホートと書かれた場所が、神奈川台場。左上の海に突き出している土地が、神奈川台場。観光蒸気の月は旧暦によるものを含む。例えば、神奈川台場との案内板には6月春光と書かれてるが、神奈川台場物語には1860年8月上旬、完成とされている。 春高月が異なるのは、前者が旧歴、後者が新歴表示のため。なお、後者では1860年8月5日に、松平藩主、松平勝成が完成した台場を視察したという、古記録を根拠としている。ただし完成日に視察したのか、少し前に完成しており、完成後に視察したのかがは、古記録から特定できず、完成日は8月上旬と書かれている。 敷地の転用や周辺の埋め立てが進んでおり、当時の面影を見つけることが難しい状態だが、遺構が一部残されている。我が町神奈川とっておきのルート8歴史の道、ポートサイド地区のポイントに神奈川台場跡があり、案内板が設置されている。そこでは遺構の一部である石垣を見ることができる。船だまりのあった場所には神奈川台場公園があり、 石積みが復元され、説明板が設置されている。神奈川地区センターでは、当時の横浜塾付近を再現したジオラマが展示されており、神奈川台場の姿を確認できる。また横浜開港150周年を契機として、コットンハーバー地区の星野町公園内で、移行の石垣が公園内から見えるように整備が行われた。この公園内からは、一部横浜市中央、 卸売市場本場内に位置する台場の先端部分までを確認することができ、かなり広範囲にわたる遺構を確認することができる。さらに、道公園付近にある賃貸マンション、コットンハーバーヒストリアレジデンス改修では、建設中に遺構が発見されており、その遺構や資料などを展示する神奈川台場資料室をマンション1階に開設していた。公益社団法人、 神奈川台場地域活性化推進協会が保全のための活動を行っている。同法人は2018年9月1日、神奈川台場を子供向けにわかりやすく解説した冊子、神奈川台場物語を発行。2018年から2020年にかけて、毎年、横浜市内の小学6年生、約3300人に無料配布予定。 神奈川県横浜市神奈川区神奈川1-17-3ありがとうございます。